総の長たる官職、またはその官職に在任している者を言う。その地位については、消防組織法第3条に規定があり、総務省の管理に服し、消防庁の長務を統括し、処分の職員を任命する。日本の消防行政を統括する、総務省の外局である、消防庁の代表者ということで、名称に、消防の名がつくが、一般的には、 消防職員において区分されることはない。消防理員ではなく総務省の事務官である。ほとんどの場合は、私服勤務だが、消防理員のものに準じたデザインの制服、活動服、職名賞が制定されており、防災訓練や大規模災害の際などには着用することもあるが、職名賞の基礎は、消防省とは、型が異なっており、桜を背景に雪を排したデザインである。 消防庁長官は必要に応じ、消防に関する事項について、都道府県または市町村に対して助言を与え、勧告し、または指導を行うことができるが、法36条にあるように、自治体消防は消防庁長官の運営管理または行政管理に服することはないため、消防理員や消防団員との直接の指揮命令系統にはない。 大規模災害や NBC 災害においては、都道府県知事または市町村長に対し、緊急消防援助隊の出動を要請または、指示することができる。消防庁長官は、総務省消防庁を代表し、同庁消防表彰規定に基づき消防行政、内市防災において功労ある、消防理員、消防団員、消防庁職員、消防学校教育者、 その他市民に対して、表彰を行っている。警察庁や海上保安庁など他省庁に比べて、多くの表彰、気象を授与している。消防庁長官表彰は、消防における表彰としては、異界や勲章、褒章等の栄典に次ぐ栄誉ある表彰であり、多くの場合、表彰気象と正気が伴う。消防庁長官表彰は、定例表彰と随時表彰がある。 h t t p w w w f d m a g o j p s u g o k i h 1 7 0 1 1 6 p d f a b 令和元年7月5日付総務省人事。ありがとうございます。